こんにちは司会の伊藤愛ですそれでは10月1日からの島の国チャンネル今回のラインナップです暮らしの情報では財政の健全化についてお送りいたします各ご家庭で役に立つ防災情報をお送りする家庭の防災講座今回は家の中の安全対策についてご紹介します最後は 市内で活動する市民の皆さんをゲストに招いてお送りするやいきのコーナー今回はみっちゃん塾がゲストですまずは暮らしの情報コーナーです今回は財政の健全化についてお送りいたしますスタジオには財政課のみのうらさんにお越しいただいておりますよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします さて今回は財政の健全化ということで、はい、ちょっと難しそうな感じもするんですが、そうですね、はい <laughs> お願いします。はい、まああの現在少子高齢化とかですね、えー、景気の低迷ということで地方公共団体を取り巻く状況というのは非常に厳しいものになります。はい、あの皆さんご存知かと思うんですが、北海道の夕張市が財政破綻するなど、まあ本当に厳しい状況が続いています。まあこの財政破綻が一つのきっかけになりまして、えー、法律ができましてですね、この法律に基づいてですね。 国が定めた指標、これで財政の状況をチェックしようと、<ー>そしてその公共団体の財政が改善が必要かどうかというのを判断するということで、<ー>財政健全化判断比率ということを公表しております、はい、その比率っていうのは、一体、具体的ににはどういったものになるんでしょうか、はい、じゃあ、こちらをご覧くださいはい。 えー、これはです、ねえー、今言いました財政健全化判断比率の中で,です、ね、実質赤字比率連結実質赤字比率実質交債比率将来負担比率この4つの指標がです、ねえー、財政健全化判断比率ということであの上の2つがです、ねえー、一般会計などで,です、ね、赤字が出ていないか市全体で赤字が出ていないかということの指標でありまして、えー、両方とも出ておりません。 それとですね実質交際比率ということでこれも十一点にこれはですねあの借りたお金返すのにどれぐらいの割合があるかという数字になります、ねえー、将来負担比率これから負担していく割合ですねお示した数字になりますとこちらに数字が二つ並んでいるんですがこれ早期健全化基準財政再生基準といいまして、まあ ここのラインとこのラライインンとがあります、はいまあ、サッカーで言います、えー、イエローカードというのがこのラインになりレッドカードのラインがこのラインになります。志、ま、摩、あ、市としてはですね2つのもの4つの指標の数字全てこの2つの基準を下回っているという状況です。 そうすると、志摩市としては、まあ、これだけ見ると、健全というふうには言えるんですかね。そうですね。あの、はい、一概に健全かどうかということよりも、はい、この数字は下回っている。ただ、この数字自体がですね、これを上回るということは非常に、まあ。 財政が悪化しないと上回らないということがありますので、まあ、直ちにこれが健全化ということではなく、まあ、安心してはいけないよう、まあ、今後もこ,れこの数字をです、ねえー、見ながら財政運営をしていきたいというふうに思っておりますなるほどそして私、よくあのニュースなんかでも気になるんですが、はいはい、国とか自治体などが借金があるっていいますよね。はい、はいはい そのあたり島市はどうなんですか。あ、そうですね。じゃあ島市のまあ借金と貯金ということで、えー、ご説明したいと思います。はい、あの市民集会などでですね、あの島市まあ借金どれぐらいあるんやというようなご質問をよくいただくんですが、まああの我々が行う借金地方債というものがありまして、えー、それの残高っていうのがですね、現在、はい、24年の決算額で約309億円、えー。合併当初の16年にはですね。 二百四十六億円でした。八、はい、年間でまあ約六十三億円増加しています。これでもこれだけの金額が増加しているって大丈夫なんですか。そうですね。六十三億円増えた。皆さん心配になるかと思います。はい、ただですね。あの一般家庭でもですね。お家を建てるときにローンを組むと思います。その時に。 いや論なんか組んでダメじゃないかという話は出ないと思います。<laughs> はい、確かに。ただそのお注意していかなければいけないのは論を組むことはいいんですが返せない論を組んじゃダメですよということですよね。はい、はいはい、見通しが立っているかどうかっていうところですね。そうええしかもあいろんなの学校とか施設を作るときにですねそのような 先行きを見通してお金を借りながらやっていた結果が現在三百九億円ありますよという数字です。うん、なるほど。じゃだから一概に借金のこの数字だけで驚いたりとか、はい、あの大丈夫なのかっていうふうにいうものでもないということなんですね。そうですね。はいうん、なるほど。はい、はい。あとですねあの借りたお金、えー、国がですね一部を 交付税でで補填してくれるるという制度があるん志摩市のように合併した市町村には皆さんご存知だと思うんですが合併特例債という記載がありましてそれを借り入れして毎年返していくんですがその返し,た返していこうか金の7割に相当する部分を国がですね交付税で後から補填してくれるという制度がありますので一概に今度63億円増えたで。 ということではないんです。なるほどはい、えー。そしてもう一つが貯金になるんですね。はい。貯金はですね、えー、今しとしてはのあの寄付あごめんなさい基金というものがあります。うん、基金にはまあ将来のために蓄えておく財政調整基金とか、先ほどの借金の返済の部分ですね、積み立てる減債基金なっていうのがあります。それのですね、二十四年度決算でですね、約七十七億円あります。うん 合併当初の16年はです、ね、37億円程度で、えー、平成20年には31億円ぐらいまで減少しましたただ、まあ、それからです、ね、4年間で約46億円積み増ししまして、えー、77億円という数字になっております。 ということは、はい、島市では借金をうまく活用しながら必要な事業を行うとともに将来への備えもしっかりとしていると言えるんですかね。はいそうです、えー。島市ではですね引き続き、えー、必要不可欠な事業を行いながら、えー、職員の削減や事務事業の見直しなどの行政改革に取り組みまして、えー、長期的な視線でですね、えー、健全な財政運営に努めるとともに、えー、そうした皆さんの。 疑問に答えるためにですね。見える姿勢、明るい、わかりやすい姿勢を目指しています。はい。今日はどうもありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。続いては家庭の防災講座です。ご家庭でできる防災お役立ち情報のほか、豆知識などをご紹介していきます。今回の講座内容は家の中の安全対策についてです。 ご紹介いただくのは地域防災室の山本さんです。山本さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて今回の講座は家の中の安全対策についてなんですが、はい、はいえ。事前の地震対策として、はい、建物の耐震化や家具の転倒防止、出火対策などの事前防災が極めて重要なんです。えー、この島地域では。 津波ということが特に注目されがちなんですが阪神・淡路大震災では犠牲者の方のうちの約88%の方が建物の倒壊や家具の転倒などによる圧死窒息死によって亡くなられたという報告がされています。ということは万一、まあ、この家の中での安全対策っていうのがしっかりとされていたならば。 助かった命もあるかもしれないというふうにも言えるんでしょうかねそうですね、うん、そうなってくるとやっぱり大切なのは安全対策の方法だと思うんですがポイントっていうううのはあるんででしょうか、はい、そうですね家の中での安全対策のポイントとしましては家具の固定は柱や壁の下地のある部分などに L 字金具などで取り付ける。はい、絨毯などの柔らかい床には 背の高い家具は置かない家具の上には重いものやガラス製のものは置かないタンスなどには上部に軽いものを下部には重いものを収納してくださいまた寝る場所や出入り口付近には物を置かないようにしてくださいまたガラスなどには飛散フィルムを貼るなどのポイントがあります 挙げてみると結構たくさんあるんですね,ですね、はい、はい。やっぱりでもその中でも大切なのはやっぱり家具の固定になりますかねそのあたりははい巨大地震が発生したら家具類は一瞬にして狂気に変わってしまいますそこで家具類の転倒による被害を防止するために L 字金具やポール式金具などの転倒防止機具類を使用していただいて しっかりと家具類を固定していただくことが重要だと思いますなるほど器具といってもたくさんありますよね種類もはい転倒防止器具類は家具を L 字金具などで壁に直接ネジで固定していただく方法が最も効果が高いことが実証されています、うん、ですのでできるだけその方法をお勧めします ただ、中にはですね、やっぱりアパートに住んでいたりとか、お家を借りているっていう方にとっては。なかなかその、ネジで固定するっていうのは難しい方もいらっしゃると思うんですが。そうですね。はい、その場合は、ポールとストッパー、またはマットを組み合わせていただいて。固定する方法もありますので、まあ、そちらの方をしていただくということで、いいんじゃないでしょうか。そうですね。やっぱり、その、できないから。 っていう風に決めつけないでできる方法を皆さんに考えて実践していただくっていうところも大事かもしれませんよねそうですね、はい、ちなみに山本さんのところでは何か家の中の対策されてますかはい私の自宅ではクローゼットの取っ手の部分に紐を取り付けましてそれでクローゼットの扉が容易に開かないように固定をしています そそれも大事でですすよねそうですねうただちょっとなんか不便かなと思うとこもあるんですが確かにあの不便ではあるんですけれどもやっぱり自分の身を守るためですので、はい、少々の不便は仕方がないかなと思って普段は生活していますなるほどその気持ちが大切ですね。はいはい、改めて皆さんにこの家の中の対策について呼びかけていただいてもよろしいですか、はい それぞれのご家庭で身近にできることをしていただくことで被害を少なくすることができますので日頃から地震が起きたらどうなるかを考えていただいて必要な対策を講じていただくどうしてもねやっぱり最初のお話でもあったように島市というのは津波津波っていうふうに皆さん思われがちですが、はい、まず地震が発生した時のの 命を守る方法としてこの家の中の対策、はい、しっかりとしてほしいですねそうですね、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございました最後は市内で活動する市民の皆さんをゲストに招いてお送りするやいきのコーナー今回のやいきな団体はみっちゃん塾ですスタジオには代表の竹内さんにお越しいただいていますよろしくお願いします 焼木の竹内でございます。ミッチャン塾、よろしくお願いいたします。<laughs> すでに焼木を感じますあ。ありがとうございます。<laughs> はい、まあ皆さんにとっては<え>もうねご存知の方も多いと思うんですが、改めて活動について教えていただけますか。えあのわりとミッチャン塾っていうのがもう、まあ、なかなか分かりにくくってですね、これは二百六十号景観形成ってまあこの島市をですねこう大きな国道二百六十号が走ってるわけですが、その国道をきれいにしてですね、たくさんこの地域にえお客さんが来ていただこうと。 その道作りが元なんですよね。だから道がついてる。そうなんです。その道をつけて、みっちゃん塾。<laughs> おい、今日みっちゃん塾よっていうふうに、簡単に二百六十五景観形成の <laughs>、はい。かりですよっていうことじゃなくて、みっちゃん塾ですよって呼びかけをるわけで。わ、えー、かります、はい、具体的には、うん、そのやっぱ景観形成というとね、はい、いろいろとあると思うんですけど、ええええ、どんなことされてるんですか。かそうですね。あの、も、あの、まさしく道を中心にですね。えー、喜んでいただくように、花壇。 の整備それから公園のね草木の伐採したりはい公園もきれいにしたりしてですねこの島にはもちろんたくさんのトイレもありますしねあのうまくというかあの気持ちよくねあの合流してもらわないかんわけですのでそんなこともやりながら。 あのやっておるんですけども、そうすると当社私たちがこう車で走っていたりすると、あ、なんかお花が出て綺麗だなって思ってるのはもしかしてそのみっちゃん塾の皆さんの活動もあるかもしれないそう中かに一部ございますね。はい、あちらこちらにまあ今三か所ほどやってございますね。へー、まあそういった活動っていうのはその皆さんの活動からまた一歩踏み込んで地域の意識が変わり、それその先にはやっぱ行政と一体になってみたいなぐらいの。 ところまででで来てるんすすかそうですねあ,のありがたいのがあの県の建設部の方々とかそれからこの役所のですねあの観光戦伝室の方々と一緒になってこの道安宿やっておるもんですから<ー>あのなんて言うんですかね、えー、やっぱ観光さんとしてはどんどんと島にね、うん、来ていただくようなこともやりながら一緒になってやってますから道はやっぱり建設部の方が。 あのパックでおりますからすごくやりやすいんですが我々あの当初これをやりだしてからですねえ15年にこのみっちゃん塾が始まったわけですが17年の10月にあの待望の島パールブリッジができたわけですねその時にはこの授業も始めてましたので同時にですねはいえ一緒に声をかけさせていただいてその授業の中に参加をさせていただいて。 <laughs> あの本来ですとお金がないから箸、うんねえー、だけ作るっていうのを「いや照明つけてよ」っていうような声をこ、うん、れみっちゃん塾でも台にして今90頭のあの照明がついてるわけです、ね、あそうなんですかすごいれそれからあの島の子供たちがあの道路に絵を描いたり、うん、それから大きな親柱に「島パルブリッジ」で字を描いたりそれからあの。お あの真珠の形とか磯、ね、辺、うんはい、の形とかあれもあの大きな親岩橋とかに書いていただいたり作っていただいたりして出来、ねうん、じゃあもう本当にみんなの思いが詰まった橋にも道にもなってるわけなんですね。<laughs> そそそはい、でそこで我々できただけではダメですのでやはりこれをあの毎回毎回きれいにしていこうということでですねあの橋を中心に、うんえー、下からですねあの橋を見る一つの事業をかぬで こいでですね、あの箸の下からですね、<laughs> す<い> <laughs> そんなことをして楽し,楽しんでも,もらったり、またタオルを用意して箸を磨いたりとか、そういうことも両親にやってますね。うん、はい。あと他にも情報発信という意味ではこんなものも作られていまそうなんです。ですね、ええ、ぜひ見てください。こんなふうにですね、あの三ちゃん塾だよりをこうやってこんなことしてますよっていうことを、はいえー、学校を通じて子どもたちからお家の方に。 これを運んでいただいてこんなことやってますよっていうのもあのー、見ていただいてまた呼びかけもしておる状態でございますね、えー、みんな楽しそうで <laughs> そうですね、はいうん。そして気になっているのが10月に開催され,れるウォーキング大会ぜひ今日はそのウォーキング大会を <laughs>、えー、お願いしたいなと思いますが <laughs>、うん、このキラリ桟橋、えー この、ね、千葉には3つの橋があるもんですがそれが桟橋なんですね風景街道ウォーキング大会ということで10月の27日にこの大会がございます、はいはい、でこれにはですね今回、えー、この街道を歩いていただくとですねまたそこにですねクイズが秘められておりまして, <laughs> いていぜひ10月の27日、えー、文化会館を10時にスタートします。はい、ぜひあのー に参加をしていただいて、ゴール地点では伊勢海老の振る舞いとかですね。はい、それからまあニコとか踊りとかもしながらですね。みんなでこう楽しみながらあのー、やりますので、うん、ぜひたくさんの方々が来ていただくようにお願いをいたします。もうこれはね今では恒例となってますが、どれぐらい続いていらっしゃるんですか？えあの、この桟橋の大会はですね。こう3回目になりますが、それまでに。あの？橋の あの開通に絡んではもう5回、6回となってきます、ねね<え>はいじゃあ、もうこもね、楽しみにされてる方もたくさんいらっしゃると思いますし、はい、ねぜひ、いろんな島を皆さんにも見つけてもらいたいなと思いますね。はい、改めてこのみっちゃん塾の活動を通して、うんはい、私たち、自分たちとして伝えたいことっていうのは、どんなところになりますかあの、ね、こういうお仕事をさせていただく中でね、やっぱりね、島は素晴らしいいいいでですす環境もしね、はい、人がい,いです。 はい、僕大好きですね。あのー、自然がいっぱいありその自然と一緒になってですね、いろんな活動ができそしてちょっとことはきついですけどやはり海の町ですのでけどに心は温かいです、はい。そんな方々がいっぱいおりますのでぜひこの島島市にお越していただいてまたウォーキング大会にもぜひご参加していただければと思っております。ありがとうございます。 ぜひね、この心の温かい竹内さんにも、会いに、<laughs> 皆さん、お越しいただきたいなと思いますが。はい、すてます。はい、今日、はどうもありがとうございました。それでは、今回の島の国チャンネルは、この辺で失礼いたします。次回も、どうぞ、ご覧ください。